おはようございます。11月10日、昨日だいぶ降りました。7度の78%。洪水警報が出てたんで、ちょっとすぐ目の前川だから心配は心配だったんですけど、大丈夫だったみたいです。ヨルダンにいた頃もこうやってススキを見て向こうにもあったから、それでなんか日本のこと懐かしく思い出してたのを今思い出しました。なんかそんな写真あったんだよな。猫が部屋の上を歩いて、でススキが生えてて、その写真を Facebook に上げたらヨルダンの友達がすぐにヨルダンだねって気づいたんだけど、昨日はこの辺洪水警報ではないかな、注意報かなが出て、あとはなんだ土砂災害、これも注意報が出て、で夜中ってそんな真夜中じゃないけど、8時とかそれくらいにここを走ってる車があったから、多分川の様子を見てたのかな。どんな感じなんだろう。最近ね、あの河川工事がある程度やられたせいか、濁りとか増水も割とすぐ抜けるんですよね。それがいいことなのか悪いことなのかいまいち分かんないけど、昔だったらこの濁りだともう2、3日は釣りできないなと思っても、翌日になったら割とああもう全然大丈夫みたいなことがすごく多くなってきた。あ、川の量は、水の量は多いかな。まあ溢れる感じでは全然ないけども、雪解けの時の大増水は、あれは川底を洗ったりとか、あと山のミネラル分をこの下流域まで流し込むのに必要な一連の作業で、それがあるから北海道は魚が元気に大きく育つらしいですね。これだとこの川の中に入って安全に歩いていく行けるっていう自信ないですもんね。普段ここはもうせせらぎみたいな感じだから、これだけボッコボッコと波が立ってる、あの下の岩の隆起で立ってるんですけど、1.5 倍ぐらい水の量あるかもしれないですね。リゾートはこんな感じです。なんか全然まだ冬になる感じしないですよね。今年なんか秋が長い気がする、そんな気しませんか。道路や増水している河川があるとして、気象庁や残念ながらというか予想通りクリームチーズサンドはありませんでした。今里浦さんの裏の建物の裏の階段のゲートが破壊されてたけど大丈夫なんでしょうか。まあさすがに問題があったらお店の人気づいて通報するか。夏以来普段ここ通る用事がないものだから、今日はあえて通ってみてみましたけど、このちょっと小高いところが綺麗ですね。今真っ狩りからニセコ方面に走ってます。秋の光が綺麗だから特に何があるというわけでもないんだけど、冬が来なかったら本当に平和なんだけどな。